アジア杯一1次リーグ D 組日本4、2ベトナム、2024年1月14日カタールドーハ、男子サッカー日本代表、世界ランク17位は14日、カタールで開催中のアジア杯一1次リーグ D 組初戦でベトナム代表、同ランク94位と対戦。4、2で下した、先発出場した MF 中村啓斗、23イコール S ランス。 が2対2の前半アディショナルタイムに鮮やかなミドルシュート昨年3月24日のウルグアイ戦での A 代表デビューから6006 6得点となり70年の上田忠彦以来54年ぶりの記録を樹立したまた先発出場した MF 南の匠28イコールモナコが2得点を決め史上13人目となる国際 A マッチ通算20得点を記録するなど活躍 苦しみながらも白星発進を飾った。日本は前半11分に MF 南野が先制ゴールを決めるも、セットプレーから2失点し逆転される苦しい展開。それでも前半45分に MF 南野がこの日に点目となる同点ゴールを決めると、アディショナルタイムには MF 中村隆が、差45度、付近から鮮やかな右足ミドルで勝ち越しに成功した。中村隆は、 ベトナムが引いてきてカウンター狙いはあらかじめわかっていたが試合になると想像以上だった僕の中で引いた相手にはミドルシュートそれがあれば出てくるそのスペースを使ってスルーパスとかイメージしていた良い時間帯に得点取れたと振り返った得点シーンについてはパスを受けた時から振りに行こうと思った良いコースに飛んでよかったとし 6006 6得点となったことには、自分自身、打ったら入る感覚はない。でも今日のようなゴールは今まで代表でなかった。今までの5得点は味方が繋いで押し込むとかラッキーだった、と、自力、で決めた鮮やかな一撃に手応えを口にした。19日にイラク代表と激突する次戦へ、まず結果がすごく大事。次も必ず勝ちたい、と意気込んだ。